あ、またもやこの生活が再来してしまうのか。というわけでどうもこんにちは、コウヘイでございます。今回はですね、ね、もうタイトル通りでございますけれども、またもやね、買ってきましたよ。はい、こちらね、よいしょ。アニメートにて買ってまいりました。早速開けていきましょう。さーっともう見えちゃってるけどね。さあ、重い。久々に感じたこの重さ。はい。こちらでございます。ラブライブサンシャインウエハース3でございます。こっちの方がいいな。はい。本日3月14日ね、こちらのラブライブサンシャインウエハース3が、全国で発売されたということで、私もね、早速、アニメートにて買ってまいりました。やっぱりね、今回のね、このウエハース3のね、見どころはやっぱミラチケということでね、発行紙もミラチケの衣装ということで、ね、早速こちらね、もう、やっぱり僕にとってね、ミラチケは神曲だから、ね、ファーストライブ以降みんなもそれをね、感じたと思う。俺はもうその前から俺はミラチケは神曲だと確信してたから。ね、まあそれはいいとして。でね、イラストもね、ちゃんとこのセガでね、使われてたイラストをね、使用してるということで、いいですね。うん。というわけでですね、こちら早速開けていきましょう。はい、というわけでですね、もうね、20袋もあるんでね、もう一気にもうね、開けていきたいなと思います。はい、まずはですね、じゃあこちらから行きましょうか。今回はですね、ブロマイドカード、金箔発光紙9種類、ブロマイドカード9種類、ストーリーカードが13種入っておりまして、ポスターカードが3枚入っているという感じでございます。じゃあでも早速、もうとにかく開けてみましょう。ほい。よいしょ。それではですね、カードはこれだか。よし。それではいきます。一袋目です。いきます。せーの、ほっ。おー、すごい。早速これはポスターカードですね。はい。いいですね。いきなりポスターカード出ました。やった。イェーイ。じゃあもうね、この調子でね、もうどんどんいきましょう。それではいきます。二袋目です。いきます。せーの、ほっ。おー、すごい。またストーリーカード出ました。あ、今度はストーリーカードか。はい、すごいですね、これ。これは友情要素のストーリーカードでございます。ストーリーカードは、確か13種ということでね、ちゃんと13話に沿ってね、1枚ずつあるということで、すごいですね、友情要素を取りましたよ。これやっぱね、幼ちゃん推しにはたまんないよね、これ。じゃあお次いきます。3袋目でございます。いきます。せーの、ほっ。おー、ようちゃんですね。これはようちゃんの、ブロマイドカードですね。箱押しではないかです。それではお次いきます。これは4袋目でございますね。はい、いきます。せーの、ほっ、なんだ。おー、ストーリーカードですね。今度はすごい。ヨハネ打点。すごいね、なんか、ね、神回とかなんかヨハネとか、結構いいカードを当ててますね、ストーリーカードにしては。はい。なんかストーリーカードの引きがすごいいい気がします。はい。じゃあお次いきます。これは5袋目ですね。いきます。せーの、ほっ。おー、リホちゃん、あっさり出ましたね。はい。これはですね、発行紙ではないカードでございますね。発行紙じゃないリコちゃんです。はい、じゃあお次、これは1、2、3、4、5、6袋目です。よいしょ、いきますね。せーの、ほっ。これは、あー、ストーリーカードですね。また引きました。すごい、今度はネタ界の、シャイニー始めましたをですね、引きました。いいね、なんか面白いストーリーカードばっかりは出てて、ちょっと個人的にはいいです、すごい。はい、よいしょ。じゃあお次はこれ7袋目ですね。よし、ではいきます。せーの、ほっ。おー、これ、おー、すげえ、金箔だ。箱押し出た。これはですね、ズラ丸の箱押しが出ました。やったー。いいですねー。すごいね。箱押しもあっさり出ました。よし。よいしょ。いただきます。8袋目です。せーの、ほっ。これは？あー、ポスターカードですね、これは。はい。これは、代々のポスターカードでございます。ジーズマガジンにも確かこれは載ってましたね。はい。ではですね、お次、9袋目ですね、これは。はい。いきますね。せーの、ほっ。これは？あー、ストーリーカードですね。
転校生を捕まえろ、リコちゃんの回ですね。リコちゃん回の、ストーリーカード引きました。すごいですね、今回めっちゃストーリーカード引きますね僕。はい、じゃあね、そろそろ前半も終わりに差し掛かろうとしております。ね、10袋目開けたいと思います。いきます、10袋目、せーの、ほっ、おヨハネですね。ヨハネのこれは、発光しではないバージョンのブロマイドカードですね。で、これを当てました。はい、こんな感じでですね、もうどんどんいきましょう。11袋目です。いきます、せーの、ほっ、おー、ズラ丸ですね。これは、箱押しではないバージョンのズラ丸ですね。はい、一応ですね、違いをご紹介したいと思います。これがですね、箱押しの、ズラ丸ですね。こっちですね、こっちには、サインが書いてあります。わかりますかね、こう光らせたらわかるか、こうサインがね、金箔で書いてあります。こっちにはですね、サインがないバージョンですね。これが、金箔か金箔じゃないかの違いでございます。さて、もうね、本当にこの調子でどんどん、引いていきましょう。お次は、12袋目です。せーの、ほっ、これは、あー、ストーリーカード、東京のストーリーカードですね。はい、すごいね。今度はこれはセイントスノー界の、ストーリーカードでございます。じゃあね、もうどんどんいきます。13袋目です。もう悪魔の数字13、不幸の数字、不幸の数字ではないか、まあ、13ですけれども、果たしてね、何が出んのか。13袋目、せーの、ほっ、おー、すげー、幸運巡り合えた。ね、ルビーちゃんのこれは箱推しが出ました。こんな感じ、いいですね。13は悪魔の数字だったんだけど、ルビーちゃんが出てきてくれたよ。それも箱推しの、いいですね、調子いいですよ。でですね、いきましょう。14袋目です。はい、せーの、ほっ、これは、おー、ポスターカードですね。はい、これはあれですね、未熟ドリーマーの3年生の回の、ポスターカードですね。すごいですね、これで僕あのポスターカードは全種類コンプしました。こんな感じでですね、ポスターカードは僕全種類コンプいたしました。やったー。お次はですね、これは15袋目ですね。はい、でいきます、15袋目でございます。いきますよ、せーの、ほっ、これは、おー、ストーリーカードだ。またこれは12話の羽ばたきの時のストーリーカードでございます。すごいですね、本当に今回ストーリーカードめっちゃ引きますね。さて、本当に終盤に迫ってまいりましたね。これは16袋目ですね。はい、いきましょう。せーの、ほっ、おー、チカちゃんですね。これはチカちゃんの、発光しじゃないバージョンの普通のブロマイドカードですね。お次、17袋目です。17袋目、果たして誰が出るのか。リコちゃんの箱押しもそろそろ出てきてほしい。でいきます、17袋目、せーの、ほっ、これは、あー、ストーリーカードですね。すごい、輝き隊、第1話の輝き隊のストーリーカード引きました。イエーイ。でいきます、18袋目です。いきますよ、せーの、ほっ、あー、ルビーちゃんですね。これはルビーちゃんの、発光しじゃないバージョンの、ルビーちゃんでございます。はい、こんな感じ。さて、本当にマジで終盤に迫ってきました。ではいきます、19袋目でございます。いきますよ、せーの、ほっ、これは、あー、ストーリーカードですね。これは、PV を作ろうのストーリーカードでございます。はい、こんな感じ。では最後となりました。20袋目ね、ラストでございます。果たしてラストは何が出るのか。ちょっとね、いいものが出てほしい、個人的には。いきます、20袋目、いきます、せーの、頼む、来い、ほっ、おー、おー、すごい、箱押しだ、箱押し出た最後に。次、これはマリーの、発行しですね。はい、
出ました。はい、というわけでですね、20袋全部、開け終わりました。でですね、ちょっと集計をね、集計っていうか、まあ、まとめをねしていきたいと思います。映ってないかもしれないけどさ、ちょっと見てもらえればわかるかと思うんだけど、もうね、もうお菓子が散乱してるっていうね、もうやばいよね。もう今日からマジでウエハース生活ですよ本当に。じゃあまずはですね、金箔からですね、軽くまとめていきます。金箔はですね、この3種類が出ました。ね、変わった、カップリングですけれども、ルビマルにマリーですね、この3人が金箔としては出ました。はい、そしてですね、お次は金箔、じゃない方、普通のですねブロマイドカードですね、それは、これらが出ました。左から順にルビーちゃん、チカちゃん、ズラマル、ヨハネ、リコちゃん、ヨウちゃんと、この6枚が出ました。そして、お次はですねポスターカード、これはですね先ほどもご紹介したかと思うんですけども、全種類コンプいたしました。はい、こんな感じ。そして、ですね、おそらくね一番当てたんじゃないかっていうねストーリーカードね、これもちょっと紹介していきます。はい、ですね、ストーリーカードはですね、なんと、1,2,3,4,8 枚当てました。すごいですね、13枚中8枚しかも被らず、当てました。よいしょ。はい、こんな感じ。ですね、ないのが、3は3,4,8,9ですね。はい、すごいですね、ストーリーカードを僕めっちゃ集めました、集まりました。はい、まあ、今回はね、だいぶ成績としては良かったんじゃないですかね。はい、ストーリーカードもねめっちゃ当てましたし、はい、ストーリーカードってね、そうポンポンとねもう簡単に出るもんじゃないのでね、結構そういう意味ではね成績としては良かったんじゃないかなと、まあ勝手に思っております。はい、まあ、ただねやっぱりねリコちゃんの箱欲しいです。誰かね、この3枚の中で、トレードを本当にできる方、よろしくお願いします。お待ちしております。ということでですね、今回は、ラブライブサンシャインウエハース3をですね、こちらですね、開けていきました。そしてねカードも一つ一つ一応見てみました。というわけでですね、今日から、ウエハース生活再来します。というわけでですね、皆さんさよなら、バイバーイ。いや、やばいね、やっぱこの量は。うん。甘いからさ、もうなんかすぐ飽きちゃうんだよね、ウェアハウスって。まあでも頑張ります。ちゃんと食べきりますよ。